元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。今圏央道を走っています。今日これから川越のポンポコさん、ブヨロ先生のお店なんですけど、デビュー当初からお世話になっていろんなイベントに呼んでいただいてます。今日はお店のイベントなんですけど、ファンの方に集まっていただき楽しみに伺います。それではスタートです。大チャンネル。東武東上線を渡ると、ここは東洋大学の川越校舎があります。奥では野球部が練習しています。到着です。ここです。ポンポコさんお店到着しましたね。たくさんこうやってね、上りまで立ててもらってね、いい雰囲気でしょ。素敵なお店です。では行ってきます。今日の楽屋はこちら、用意していただきました。普段は秋葉先生の歌謡教室レッスンスタジオになってます。お世話になってますよ。ポスターも貼っていただいたりしています。今日はここで着替えをしながらステージで歌います。頑張ります。お弁当用意していただきました。うわー、豪華のお弁当。そして、お蕎麦、信州蕎麦って書いてありますね。じゃーん、うわー、美味しそう。お、マジ。うわ、ねえ、美味しそうです。いただきます。スイカ届けてもらいました。いやー、スイカ大好き。ガースミス。あ、冷えてて美味しい。みずみずしい。製造人だって。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ポンポコさんに今日はお邪魔してます。はい、マスターで家元の田中さんです。大ちゃんさんです。ママです。娘さんです。今日はお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いつもお世話になってます、秋葉先生です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。家元でマスターの田中さんです。美容の姿です。こんな形ですね。隣は大ちゃんさんです。今日はようこそいらっしゃいました。盛り上げぞどんな恋してきたの。ボリビのくびれが悩ましい。ごよかにおいでよ、I love you。 ありがとうございます。改めまして、クロールドの北川です。それではこんにちは。北川大輔です。今日はですね、新曲家族をですね、皆さんにぜひ一緒に歌ってほしいなと思いもありまして、わがままを言ってこの回を作っていただきました。お集まりいただきまして本当に感謝の極みでございます。ありがとうございます。田中で家元さんには本当お世話になって、なんととなくいろいろイベントにも呼んでいただいておりましたけれども、まあなかなか快感でね、踊りを添えていただいて一緒にということがなかなかできないご時世もあったりするので、今日はお店でということでね、こうやってすごく皆さんに会うべくですね、楽しみに来させていただきました。秋葉先生にも今日はありがとうございます。感謝してます。ありがとうございます。はい、先生のレッスンとかでも歌っていただいたり教えていただいたりもしておりますし、ね、本当に感謝でございました。ありがとうございます。ここは川越、なぜかこの歌ポンポコブルース。ポンポコさんのカラオケはですね、こうやって本人映像で出てくるんですよ。これ自分の地元神奈川県の松田町という撮影させていただきました。手前に見えるのがこのみかん畑で、うちの地元はみかんとお茶が有名な場所で、はい、正面は相模湾です。で、正面の目の前のこの平野が足柄平野って言われるところで、右の左の方ですね、この辺ですね、この辺が伊豆半島で、この辺が箱根山、ね、そしてこの辺が足柄山で、この右の奥になると富士山が見えます。松田町は富士山がどっから見ても見えるって、7割ぐらい富士山が見える場所なんですよ。で、ここに病院があるから足柄上病院って、この病院の目の前が、これがうちの実家があります。
北川ナイちゃんの実家に行きたいですって言ったら100人聞いたら100人全員教えてくれます。じゃあ連れてってあげるよ。だね、結構のファンの方でも一番実家の前で表札の前で写真撮って帰られたりとか、朝6時半に来て親を起こして帰った人もいるみたいな。でも嬉しい話なんですね。せっかく家族というタイトルなので、少しでも自分の生まれたふるさとに、ね、匂いがするといいねっていうことで、撮影を中学校にお願いをして、中学校の母校の廊下で歌ってるシーンとか、音楽室を使わせていただいたりとか、中学時代野球部だったんでピッチャーだったので、だからマウンドでボール投げてるシーンとかも入れて、家族というタイトルなので温かい雰囲気の何かがないかなって話になって、じゃあお母さん役の俳優さん女優さんを用意しようかって監督に言ってもらったんですけど、うち母が元気なんでじゃあ母が行きましょうかって、朝8時半に起こしてそのまま連れてって、それで撮影になってると。歌のところで、それだけでそれだけでいいもんだって入るので、ここは一緒にこう手を振って、できれば今日今うちわがあるのでうちわを振っていただけるとなんかすっごくいいかなと思うんですけどね。家族が揃えば賑やかい、それだけでそれだけでいいもんだ。あのママの娘さん来てくれてます、ありがとうございます。今から心の真ん中母がいる歌いますけどね、お母さん大事にしてあげてね。ね、そう、もう大事なことですね。ありがとうございます。今日はぼんぼこさんお世話になりまして、お花いただけるんですか。お花のようなお嬢さんからお花いただきます。ありがとうございます。おいりとよ隣でおやすみ、夜明けまで眠るか空間でしょう、必ず夢は見せるからついてきてくれよ、ずっと俺に。家族が揃えば賑やかい、それだけでそれだけでいいもんだ。本当の恋の物語。
そしてチャンネル登録お願いします。